ちが楽器感を出ます。だけど下にこれはダッシュを取る前のサマは入れる。あ、サマは別でムートしている。良さそう。良さそうでしょ。はい。スープの方は一切カレー要素なしですけど、溶いたらカレーっぽくなります。合いますね。いいっすよね。すごくいい。おばくさお疲れ様です。あずです。お願いします。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いやもう今週っすね。早いっすね。でもやることはやってみましたよね。牡蠣の煮干しについ干し柿を足したんですよ。こっちが柿かもで、こんだけあって出えへんのやったらもうしゃあないな。最後っすね、これね。寂しいっすね。ちょっと味見てもらっていいですか。はい。カレー味をね、ちょっと分けて、後で溶かす。へぇ。とりあえずスパイス入れる前のやつなんですけど。こんなスパイス、スパイス入れるというか、この。え、それスパイス。あ、スパイスというか、あの、鶏をね、鶏スパイスのアイテムですけど、はいはいはい。でもなんか、まあ、まあ、優しいというか、まあ、まだこっちで完成するかな。そうそうそう、そういう方がいいかなって。はいはいはい。ちょっと、どうです。あ、そっちにそうやって溶かし入れるんですか。じゃあサンマはもう入れない。サンマは入れる。あ、サンマは別でルートして入れるんです。すごい。その方がかきご飯になりそうな。はい。へえ。こんな感じ。鶏をほぐしてるんですか。これは、はい。へえ。うん、肝感は前の半分です。うん、でも前よりなんかあっさりというかした感じがした。前臭いぐらい肝も入ってたから。うん、うん、良さそう。良さそうでしょ。はい。実際の量を大体してくれます。はい。
あんまできてないですね。このカップめっちゃ盛りやすい。怖いわ、なんか本番めっちゃ見られたし。どうぞ。ありがとうございます。その上の肉玉みたいなのがちょっとカレー要素があって、スープの方は一切カレー要素なしです、はい、溶いたらカレーっぽくなります。あの前回よりはバラバラって感じなくなってますけど、でも素直に合ってるって感じ、うん、あ、マジか、うん、あー嬉しい。牡蠣薄くない？大丈夫。よし。カレー味濃いとか。じゃあ、いいぐらいだと。いいぐらいですか。ああ、嬉しい。来たんちゃいますこれ。え、白カツあるんですか。あ、あります。うん、めっちゃあります。まずこのままですよね。まず上の部分ね、うん、合わせずにね。合わせずに。うん、めっちゃ牡蠣めっちゃ濃いですね。来ましたか、来てますか、うん、ご飯部分すごい濃い濃い。合ってるっすね。合ってるっすね。うん、これスープレックス決まったんちゃいます。ねえ、マジでスープレックス、うん、僕が考えたあのタイトルね。あ、違いました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったですね。よかったです、はい、で最後の一応打ち合わせ、ね、はい、よかったですよね。よかったっすね、うん、はいはい、最後の最後でこうガチいったんじゃないかって、スープレックス決めれるんじゃないかって、ね、ね、そうですね、みんな反応楽しみですね、本当に。うん、楽しみにしてもらって良さそうですよね。今日でちょっとね、うん、というかもう安心しました、うん、ちょっとホッとしてたというか、ここまでが長かった、長かったですね。あと、だから、まあ、前回いまいち合わんかった時に、うん、なんかまだ結構先やっていうちょっとありましたよね。まだ先やし、まあ、もうちょっと軸に詰めるみたいな。でも、もう本番前なんで、はい、はい、結構自信はあります。はい、ではでは、はい、本番楽しみにしてください。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。楽しい、おいしい、いただきます。ありがとうございます。おー、いや、ありがとうございます。